ニオキングです。今日はみんなでバトルやっていきますか。いや久しぶりだねみんなでバトル。最近久しぶりにミンバトをやってくださいっていうコメントが多くなってきて今日やってるんですけど、でその中でねゲスキングが見たいですとそういう声もあるんですよ。それではその期待にお応えして見せてあげましょう。速攻でバトコ来たね。マルチプレイヤー VS って書いてる。なんか左の方にヒット書いてない。壊れるブロックと硬いブロックと雲って書いてたんだけど、なるほど。これ僕誰だったっけ。僕はキノピーこの方ね。よしよし、さあ進んでいきますか。さあ久しぶりだねこのコース。いや初めてだけど。いや久しぶりにミンバトをやってるって言いたかったんだよね。さあここで鍵を取って、今一番手は誰ですかね。僕なかなか熱い場面にいるんじゃないですか。今ちょっと鍵に入るの遅れたけど、ここでデカキノコ、デカキノコは得意だよ。デカキノコで上に行くステージ、最近鬼畜なコースやったばっかりだもんね。はっ、なるほど、隠しブロックか。いけ、頼む、そのまま行ってくれ。なかなか早いんじゃないの。あのルイージがなかなかいい勝負してるね。ここでトランタッ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 タトランタッ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 抜く隠しブロックはないよな。もう隠しブロックはないよな。ここもトロロロってて、よし、でここでバネを投げて入る。うわ、あの二人速くない。やるいじ、速えな。やるじゃねえ、やるいじ。ここで抜きたい。あ、待ってよ、ちょっと待ってよ。何こんなところでつまずいてんの。いや待ってくれてるね。ちょっと待って、マジでいけねえ。よしよしよし、ありがとう。お、みんな S 対だね。僕だけだね、 S プラス。私の記憶力低すぎ。ここは僕の記憶力が試される時だね。 S プラスの記憶力見せてあげましょう。よろしくお願いします。ルイージ、ルイージ持ってって。お願いだから持っていくよ僕が。ここはなんて書いてあるの。レディーって書いてるか。ファースト、セカンド、うわ見てなかった。ちょっと待って、1回目見てなかった。そしてもう覚えれない。もう忘れた。もう感覚でいくよ。とりあえず感覚でいこうか。一番最初は何だったっけ。さあ一番最初キノコでいいよ。よし、次は一キャップだったような気がする。一キャップだって、こっち、そう、あのバリーについていけば大丈夫。3つ目は P、 そう P だった。押していこう。押してなかった。次はスターだよバリー。バカめ、そこは違うんだって。次はコイン、確かコインだった気がする。よしよしよし。そしてうわどれだったっけ。赤、赤でしょ。ナイス、記憶力すごくないですか。あんなに話しながら行く僕の記憶力無敵すぎ。うわ次はピンクスプラスしかいねえじゃん。うわ待って、また同じの出てきたよ。これはワンチャン勝てる可能性あるね。僕はこのコース全部覚えてるからね。見ないでもいいよ。さあ行きますか。みんなここちゃんと覚えてるかな。最初はキノコだよな。あ、待って危ない。頼む、みんなしくってて。次はどこだったっけ。次は一気アップで、そして次は B だったよね。そして次はコインだった気がする。いや、どこだっけ、真ん中。ミルクパンっている。確かミルクパンってね、僕のこと知ってるんですよ。あのルイージだったね。カービィグリーングリーンリメイク、いいコースじゃないか。しかもミルクパンちゃん頼む、運んでって。うわこのコース運べないじゃねえか。うわこの木の実を頼む、一番最初に。よし、そのキノコは罠だよ。よしオッケー、ジャンプ抜けていこう。あ、待って、ミルクパンちゃん、ちょっと待って、このまま右に。よし。一人脱落したぞ。僕も脱落しました。いやこのコースは勝ちたい。バリー一人だけ行ってるけどさ、アイテムないのかな。あのドアは何。これ今の抜けるのなかなかうまくなかった。でここで土管に入ってって、バリーを追いつきたいんだけどな。バリー自分だったら何言ってんだろう、さっきから。あ、危ない、ごめん。ちょ、わざとじゃないんだって、今のは違う。待って、危ない。あ、このキノコ取っていこう。そして残りはキノピオだけっぽいね。多分ね、キノピコまだでしょ。キノピコ、あ、このドアが正解か。さあ、あのキノピオに追いつくことができるんでしょうか。僕は結構近い場所にいるんじゃないか。このフラワーは絶対取っていった方がいいと思う。どうだ、こっから、この先には何がある。長えなここ。いや、しかもさ、あのキノピオ、マイヤー取ってってるっぽいよ。
ほら乗ってってる。待って、これは抜けないかもしれない。この下に降りたら確かさ、カービィって木のボスみたいないなかった。来た来た来た、これが木のボスですか。え、なるほど。これさ、右に蹴ったら鍵が手に入るみたいな感じじゃないかな。多分そんな感じでしょ。あと1個だね。これを右に蹴って、ここ。あのキノピオ、絶対にこのゴールは譲らねえ。絶対に譲らねえよ。どこに行くキノピオ。ちょっと降りてくるまで待っとこっか。来たキノピオが絶対にこれは譲らねえよ。よし来た。よしよし、僕のものはこっから絶対渡さねえぞ。さあどうしよう。頼む、あのキノピオの誰か排除してくれないか。こっからどうしよう。下に降りたらさ、亀の甲羅にやられる気がするんだよね。いや、みんな行ったね。グッソ、ゴールなのか、もうゴールなのか。悔しい、これはマジで悔しい。 PLS。 いや、めっちゃビビったし、いきなりいきなりダダダンはないでしょ。これは取る、いや取れた。オートスクロールか。ていうか、一回やられたらもうまずいパターンだね。あぶな、あぶね。待って、こいつは持っていいの？え、なにこれ、見えないんだけど。あ、みんなやられてる、みんなやられてる。熱っ熱っ熱っ。これは、このキノコに乗ってった方が良かったんじゃないの。キノコじゃない、どこいる僕。なるほど、このハンマーを手に入れたっていうわけね。イエーイ、アスレチック、アスレチック。例えば福岡の糸島っていうところにね、アスレチックの森っていう、なんか森の中でいろいろな体験ができるみたいな、そういう施設があるんですけど、そういうの一回行ってみたいなみたいな。結構体力使うみたいだけどね。しかも結構怖いらしいよ、高いところから。ちょ、邪魔、ルイージ。よしよしよし、ここ鼻に当たるよ。ちゃうね、あの鼻。いや、ここは一個一個上にこうやって登ってった方がいいのかな。そうやって持っていこうか。いや、あのマリオめっちゃ速いね。ここは上、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 くれくれくれ。よし、マリオやられたね。ナイス。ここはゆっくり行こうか。待って、成敗しないで。よし、僕が成敗してろ。左、右、来た。これは簡単じゃないんですか。アスレチック制覇しました。どうもありがとうございます。誰よりも素早く頂上に登れ、バトルコース。僕ね、前は登る系のステージ苦手だったんだけど、いつしかやっていくうちにね、なかなか得意な部類になってきてると思うんですよ。どう、この速さ。おっせ。いや、まだ抜ける、まだ抜けるよ。さあ、ここでビヨーン。よし、マリオとの一騎打ちっぽいね。ここは勝っていきたい。シャカジャンの方がいいのかな、それとも普通のジャンプの方がいいのか。ここは一マス飛びだね。負けね。え、危ねえ。よし、マリオ脱落したよ。やった、これはもう勝ったでしょ。どっちから行けばいいんだ。これはやべえ、妹が来てる、妹キノピコが来てる。ジャンジャンで、ここでビヨーン、ナイス。勝った、絶対勝った、これ。さあ、危ねえ。めんどくせえ。これどうにかしていけないのかな。これわざわざ全部取らなくちゃいけないの。相当めんどくせえパターンじゃねえか、このアイテム。さあどうしよう、押していいのかな、これめちゃくちゃ押して。みんな押すの期待してるでしょ。リスナーさんはいないようだな。押すか、どうしよう。押しても多分ね、足はあると思うんだよな。ほらほらほら、あったでしょ。いや、こういうコースだと思いました。めっちゃ挨拶してくれるじゃん、この二人。誰？ケントムさんと SCT。 じゃねえのか。危ない、あって、急に投げないでよ。ビビったー、もう。じゃあ僕はゲスキングになる。やるな、このキノピオ。勝負を挑んでくるってか。そんな無防備の状態で僕に勝てると思ってんのか。あ、やべ、携帯見てた。なんかキノピオがさ、挨拶してくれてるけど、お知り合いですかね。あ、やられちゃったか、キノピオ。君の分まで僕はあのルイージを退治したいと思います。
よし来たこれが僕の力ださあこっからゆっくり行けばいいと思うんだけど、あのキノピコがさマジで迫ってきてるような気がするんだよね。そしてここ来た、待て、待つんだ、待つんだのびのびパックンを一体倒してからゴール、ゴール条件あるんだね。うわこういうコースか、とりあえずスターを取ってもう突っ切っていけっていう感じだと思うでしょ。上から行こうか、上が正解そうでしょ。頼む、のびのびパックン上に行って、どこにいるの、のびのびパックンどこにいるので、いないじゃんどこももう終わったんじゃないかなこれ。え、のびのびパックンはいないよね。やっぱりちょっとスタートからもう一回やり直してみるね。絶対どっかにいる、下にいるのかな、この土管の中にいるんじゃないの、絶対そうでしょ。とりあえずスタートっていきたいわ、スタートってのびのびパック。うわどうしよう、もう行ったからさ先にキノピオが、僕もこの辺で猫取って待ち伏せしておくね。キノピオ来るんだ、あれ俺チョケ持ってないねキノピオ。ルイージか、はっ待ってキノピオ、あの鈴は取る、絶対取る、ナイスタイミングの鈴よし来ました、これはもう勝ち確なんじゃないか、頼むなるほど、これに乗ったままゴールっていうことで、うわ厳しいぞこれは、狭すぎじゃないか、頼む行ってくれ、やった奇跡が起きました。またミルクパンちゃんがいるね、うわ初代スキンか、持ってってもらえることができないね。じゃあここは一匹にダッシュしていこう、負けないよ、いくらリスターさんだからといって負けないよ僕は、危ないよしここは1の2みたいな感じのコースだね。ルイージくっそナイス避けだね、えルイージマジで手が出る、あスーパーマリオブラザーズ3 1の1って書いてたね今、イージーとハードがあるんじゃないの、うわみんなハードで行ってほしいな、頼むハード、よしみんな入って、いやイージーに変えやがった、ハードイージー、ハードで行きますよ僕は、実況者たるものハードで行ってみせましょう絶対イージーの方が有利でしょう。なるほどそういうことか、結局出てくるところは同じっていうことね。じゃあイージーで行こう、でみんなイージーで行こうよ、イージーの方が絶対いいから、もう変えないでって、もうそんなに変えたらもう無理じゃんかいやでも僕は行きます、もうやめてそういうのはやめてやるじゃん、 3D に回るテレサ、うわこれはすごい、このアイテムが重要になる、絶対そう、もうずるいそれはずるい、今日なんかマルチプレイヤーバーサス多いね、このコースで最後にしたいと思います。さあ来た左かいここでどうしようこれ、上に行ってここで切るんだって、これ記録を取って、いやいいよこのペースなかなかいいペースだと思う、みんなそんなにここ早く行けないはずだもんな、よしオッケー1番だと思うよ、このコースで最後にしたいと思います。2回目ですね言うの、うわツルツル滑る系か、ツルツル系は苦手なんだよな、よしさあここの力ブロック降りて、頼むどんどん降りて、ここ鬼門だぞ、絶対ここ鬼門だぞ、なんだかよし来た、さあ進んでいきますか、ここで羽のちゃんと乗る、そしていや滑る滑る、よしオッケー、うわここなんか出してくれるでしょ、コインかな、ここは左にジャンプ、このフラワー取ってどんどん溶かしていけっていう感じだろうね、これ今何番で1番ちゃんと取れてるかな、よしオッケー来た、これは勝ったんじゃないですか、最後は勝って終わりたいところ、さああのとかであればゴールがここよしよしよし来ました、ここでマッハでゴールしたいと思います、さあ行きましょう、どうも皆さんご視聴ありがとうございましたゴール条件あったのか、1の1フラワーなんとかって書いてなかった今、花の世界じゃないの、そっちの花ね、背景の花かな、パックンじゃないで、ね、いやでも絶対どっか出てくるよね、ほっビヨーン、そこに花、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。